はい、俺たちのレイジとは環境最後にファミ通アップの中で最強を決める戦いとなっております。はい、そして今回が決勝戦最終試合となります。組み合わせはタイガー桜井 VS アグノン。はい、うっす。いやプロに勝ったタイガー桜井です。いや悔しい。見立てしますか。いやでも勝ってほしいっすよ。でも対策さんマジ強いんだよな。良いデッキ、ね、強いですからね。強かった、あの手が。さっきからね、絶賛反省会してますからね。勝ってましたね。あれ見えないでしょ。見えなかったマジで。あれがね、結構いけてた可能性はあるけど、反省、本当に。制限時間もありますからね、もっと精進して頑張りましょう。頑張ります。まあ、これ終わったら2ピック頑張ってください。あ、そうですね。そっちが専門なんでね、ピックの方で。こんなフォーマットやらなくていいですよ。そうそうそう。はい、というわけで今回は決勝戦ということで、まあ、ルールの方はね、割愛して、前の動画とかご覧くださいという形で、すでに決勝のためのデッキは2人とも提出していただいております。なのでただし、まあ、デッキは非公開制となっておりますので、使用する2クラスの方をお二人1人ずつ発表していただきましょう。まずはアグノミ横浜 F マリノス使用する2クラスを発表をお願いします。エルフバンプ。おー、エルフバンプ、はいはい、中身は違うかもよ。まあまあ確かにクラスは、はい、一緒だろ。さあ、そして対するタイガー桜井使用する2クラスお願いします。ネクロ。お、ネメシス。おお、ネメシス。全然違うんだけど。全然違うんだけど。アグノンさんロイヤル読みしてましたけど、というかロイヤル来てよ。この日のロイヤルを倒すためだけに組んださデッキあんのに全然違うし。さあ、タイガー桜井は準決勝とは違うデッキを、クラスを持ち込んでると。めっちゃケアするわ。こんなロイヤルいないんだったら俺も違うデッキ使えばよかった。確かにデッキ構築的にアグノムさん関門が結構目立ってましたからね。ジュビローさんは結構ロイヤルのイメージないから、このデッキ使いたいけど、まあ、ロイヤル当たらなかった時、ロイヤル当たらずになんかこのなんて大会終わるの嫌だなと思ったんで、決勝も、あ、中身は分かんないですけど、エルフバンプ。中身は分かんないけど、エルフバンプにしていったのに決勝でも当たらないっていう悲しい、まあ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 、そんな分かってもみんな関門入れるって知ってたから俺。もう見てられてた、それもかわされた。一歩先のメタを言ってましたね。マジか。さあ、それではじゃあ参りましょうか。はい、泣いても笑っても最終試合となります。ラディバース。俺たちのレイジアルティメットコロシアム決勝戦、タイガー桜井 VS アグノム横浜 F マリノス。それではまずはデッキの方を見ていきましょうか。楽しみっすね。はい、まずはアグノムさんのデッキから見ていきましょう。はい、エルフヴァンパイアということで、はいはいはい、こちら準決勝と全く同じデッキですね。変わらずチョイスしております。さあ、先ほどのねオープニングでも話していた通り、はい、ロイヤル読みで、まあ、組んできたと言っていたんですけども、悲しくもロイヤルを使う人がいなかったと。買わされていったと。はい、ただデッキパワーは申し分ないと思いますので。そうですね、このヴァンパイア相当環境に適しているというか、うん、アザゼルすごいっすね。もういや、アザゼルバンしときゃよかった。いや、よかったっすね。確かにくそはい、といった感じで、対して続いてタイガー桜井のデッキ見ていきましょう。はい、まずはネクロマンサー。はい、こちらですね。ネクロマンサーは、準決勝からクラスもデッキも変わっているという形で、こちら自然ネクロ。はい、さあ、マハル選手も準決勝で採用してましたけども、はい、自然ネクロ。はい、僕のは結構後ろ寄せで、まあ、防御に徹したデッキだったんですけど、桜井さんは四天童子を採用しているので、もうトートに頼らずにも勝てにいけるとなるほどいうふうになってるのと、まあ、宮古だったりが入って、代わりに、まあ、自分入れてた百鬼夜行とかサーチカードを少し落としてあるという感じですね。
あとは特徴的なのがこの黒騎士の騎士ですかね。そうですね、2枚採用となっております。このカードまあ非常に強力ですし、まあ回復もできますし、まあ、今回ちょっとアグノムがそういう最初から顔を詰めていくデッキではないので、ちょっと使いにくくはなってるかもしれないですね。なるほど。はい、といった感じで、まあ注目はプレイ連動がどのくらい極まっているのか。完全にやっちゃったんで楽しみです。自然でグロは難しい。難しい、本当に。さあ続いて巻きで早く。さあ巻きでと言っております。続いてタイガー桜井ネメシス採用しております。こちらネメシス面白いですね。なんでしょう、まあ、カイザーインサイトがフィニッシャーとした、はい、まあ、ピピアマラッセンネメシス、うんうんうん、ただ柔術師がね、バンされましたからね、使用禁止となっておりますね。若干パワーは下がっておりますけども、うん、リオード以外で運命の泉が入ったデッキってなかなかないですよ。確かに運命の泉入ってる。名前ってこれ見えるんですかね、デッキ名。デッキ名、はい、見えますね。スクスクエネスと、やりたいことは伝わってきますね、完全に。エネスを運命の泉で育てつつ、はい、カイザーインサイトでバーンみたいな返していくという感じの、うん、方向性のデッキですね。ラグナアウェイク入ってるのもちょっと珍しいですか。あ、そうですね、確かになんかリオードとか取るのに、まあ、使われたりはしてたんですけど、今回リオードバンになってるんで、うん、まあ、どういう目的で使っていくのかも楽しみですね。はい、といった形となっております。それでは巻いてった解説だったんですけど、いきましょうか。決勝戦お願いします。さあ、天にかざした右手、祈るは己の右腕のみ。さあ、最初のファーストクラスはネクロ VS ヴァンパイア。これ結構当てがちと言っても過言、タイガ桜井さんの当てがちと言っても。おお、なんとタイガ桜井当てがち。いや、タイガさんだからさ、名譜でしょこれ。あ、確かにタイガー桜井、自然ネックじゃないよこれのイメージは確かにあります、うんうんうん、これまでのね動画撮影とかで見ている感じだと確かにメイフネクロのイメージはありますが、今回は自然ネクロをチョイスしていると煽り合ってますね、リモートで。ここでデッキが割れていくと自然じゃねえか。まあ、自然となるとちょっとアザビルに禁止カードだ。悪夢の始まり、実は使用禁止にはなっておりません。なってないと今回独房に。さあ、案内人きっちり倒してナテラでドローを進めると順調ですね。さあ、なんでこれ悪夢さん、アザゼルとかに進化切っちゃうとトートとかでですね、あと四天童子も入ってたので、まあ、結構細かく打点削るのが得意なデッキなので、アザゼルはそんなに苦しくないのかなと思います。うんうんうん、さあ顔を詰めていきます。さあタイガー桜井ターン、まだキーカードのルベルにたどり着けてないのがちょっとあれですね、うんうんうん、ルベルがないとラストワード稼ぐのもちょっと大変ですからね。ここはさあ、ここ忍ぶ進化とかが綺麗ですよね。UB がどこまで必要なのかを考えてそうですね。おそらくタイガー桜井としてはまあ準決勝で使った試合と同型だろうという形で試合を運んでいます、うん、ですね。コントロールヴァンパイアであれば、まあ、面の除去はそんなに必要ないだろうということで、まあ、ここでも忍ぶ切っていきますね。さあ忍ぶ進化して、さあこれがどこにかぶさるか。はい、7633。さあこの33かをいくか盤面にいくか悩みどころですね。ヴァンパイア結構回復カードブラッドコアだったりがあるので、顔削っても意味ないと考えるか、まあ顔を削っておいて回復カードをもう先に打たせていくか。さあ顔を詰める選択をしました。
さあ対するアグゾムさんは、両方を処理する方法は現状だとないですかね。フニカルも、免震かフニカルとかで一応できはしますが、できますね。まあ、苦しい動きではあると。さあ、免震かのフニカルで忍を処理と。さあ、空で相手にターンを渡すといった選択をしました。確かに自然ネクロマンサー自分でボードを作るのが難しいんで、まあ、空で返せると意外とやることがないっていうことはありますよね。はいはいはい。さあ、ここはセレスポン置きと、うん、さあすぐに戻ってきましたアグノムのターン。さあイリアを見てプリンセスナイトをプレイしてプレイした感じでしょうかね。指2枚手札に来たのは相当ありがたいですよね、うん、相当おいしい感じのプリンセスナイトが働きをしますね。ただ相打ち、これ苦しいですね。進化なしのセレスを上から踏めないのは結構しんどい。マザゼルには進化切らなくても、まあ、いいマッチではあるんで進化を使っていくと。ここは案内人進化に切り替えましたね、うん。さあ、この余った PP1 をナテラでドローに回すと。さあ、関門引いてきました。桜井さん、進化権2つあるんで、まあどちらかに刺さりを絶対味を犯せねえからな。キーカードである帯同の魔人を警戒してますね。さあ、ここで帯同の魔人を犯せないように盤面を、うん、ゼロにしたリバイブマナって PP1 回復するんですよ、うんうんうん、なんでもヘリオまで行っちゃっても、おお、しっかり使い込んでますね。おお、行く。進化ヘリオだと相打ちですけど、相打ちにはなっちゃいますね。リッチが出てくると。危ないからダメだよ。手札いいっすね。ナテラ4枚にコープスドッグ。さあ、構わず帯同の魔人。さあ、ナテラがあると無料で進化ができると。サキバス、もうおサキバス捨てられましたね。サキバス、はい、破滅のサキバス6まで頑張って下げてたのに今2点に変わりました。おお、やった。結構不幸な出来事が。あ、そうか、帯同の魔人のね、ドロー、はい、ドローというかあれか、手札捨てで8分の1で。ここは桜井さんドロー先していきましたね。レジェンダリースケルトン。さあ、ネクロマンスも使えますが、ここはニーニアテセレスが綺麗ですかね。そうですね。さあ、ニーニアテセレス進化で取っていくと。だいぶなんかプレイに迷いがあんまないですね。ないですね、綺麗な、うん、お手本のようなプレイを。アグノムはさあ、イリア引いてきました。さあ、ユーリーが2種、進化回数今4回でしたかな。うんうんうん、4回だと、うーん、難しいですね、このターン。全処理したいってなると、さあ、ユニオンバーストのイオですかね。うん、当てて、なるほど、フニカルで、おお、これで全処理と。全処理。桜井さんもう進化権ないで、ちょっと関門はレジェンダリースケルトンぐらいにしか当たらなさそうですね。
タイガさん、これだとなんかリーサルプランがあんまり見えないですね。フィニッシャーが見えないですよね。とうとう起動させたい、さあ、ね、ヘリをエンハンスで使って、当たっていきます。せめて視点同時かどちらか欲しいですね。視点同時来ますとコープスドッグえらい攻撃力になって、うんうんうん、突っ込めるんで、まあ、アザゼルにも進化切れませんし、まあ、コープスドッグ OTK とか見れるかもしれないですね。さあインサニティマナが3倍。インサニティマナ3枚結構えげつないっすね。 10PP 到達してから使う感じですかね、やっぱり。うん、視点同時引いても、まあ、リーサルはない。ちょ渋いですね。コープスドッグ、さあコープスドッグ、レジェンダリースケルトン、キーカード1枚もたどり着けてない。ちょっと引けないですね。忍ぶ、忍ぶルベルもしくは視点同時、面押し、面押し、さあ面押しプランに切り替えていきます。さあレジェスが2回進化選択できない55 2体だいぶ厳しいですよね。普通返せないですよね。さあもうなんかボワボワすごいですよ手札が3点が2、4、6枚、18点、 PP が足んないですね。イオ進化までいければ21点出るんですけど、イディア3枚で 9PP なんで18点はあるのか。18点は 9PP で出せます。であと 1PP あればイオの進化で2点入ったんですけどすげえなこれイリアさんとマナさんすごいっすね。20点出す方法あるんですかね、アグノムのデッキに。これあるのかな。あでも帯同の魔人はでもイリア3枚切っちゃうから起動しませんもんね。さあただイリアはとりあえず盤面をやるために行かなきゃいけない。バーミリオンバイト。さあここで進化を。違う違う違う。さあイリア3連だ。違う違う違う。レジスケは無視。まあ、コアが置いてあるから、結局は、まあ、10点食らっても回復できますよね。回復できるよっていうところで、なんでこのレジェス系はボードに行く感じですか。忍ぶで一掃できます。一掃できるけど、けどお、なるほど、プリンは温存していく。いやーこれですとインサニティマナ3枚。インサニティマナおーアグノさん、これはうまい、すげえ読み切った動き。いやさあ第一バトルアグノム勝利。とうとう引けやタイガー桜井、そうっすね、バンパイア強い。バンパイアでネクロ抜くとは思わなかったっすね。さあ続いて第2バトル、ただアグノムのコントロールエルフにも結構、まあ、トートが間に合ったりはありそうですよね。うんうんうん。さあさすがに作ってきたデッキはお見せたい。タイガー桜井ネメシスを選択しました。いや育て切ってほしいですねすくすくエネス、バレッジスマッシャー泉とか先行で相当強そうですよね。うん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 。3ターンパスして相手の2個3カードを弾いて爆されていくっていう。
どうやってリサル確かに確かに分かんない。そうか、あいつでカルラのおかげでカルラで破壊できるのか潜伏。おお、これコントロールエルフに至って全然ありそうですね。さあしっかりマリガン時間を使っております。タイガー桜井さあ暗記使いをキープ。邪魔するなら消えて。素晴らしいです。さあ妹でお互いにコミュニケーションを取っております。さあカイザーインサイトが入ってきて使っていく。もうエネスめっちゃ探してるんですかね、これは。え？さあ、ただエネス引けない。引けず。そんな雑に切る？カイザーインサイト1ターン目に切るってなかなか、あるの結構恐怖でしょうね。どんなコンボされるんだろうって。デッキはね、非公開性なんで、うん、どのようなタイプなのか、アグノムさんは全然分かっておりません。分かってない。あー、アメスとかでエネス育てるカード増えてるんですね。確かにアディショナルの影響でスクスクエネスしやすくなってるんだ。柔術師なの知ってるからね。さあ柔術師は使用禁止カードに選ばれております。選ばれてます。ここを、まあ、闘技場出していくか暗記使いか。人形を加えていきました。はい、暗記使いを選択。アグノム今暗記使いうまく取るのがちょっとあんな荒野の荒野の休息とアリアの旋風、これ一枚には吐きたくないですよね。うん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 。もう一回 PP アマラスでちょっとアドバンテージを取られそうな。しかも進化すると 1PP 回復されるんで、まあ、5PP 桜井さんは生き残って帰ってくれば使えると。アドバンテージは相当大きい。だから、関門、あ、なるほど。急速からの、うざ関門大きい。うざ。さあ、ユニアで消さないでよ、俺の関門。俺の命なんだから、これ。さあ、エネス引いてきましたよ、タイガー桜井。うざいね。ただ4だとメイで結構簡単に取られちゃうんで、出すなら5にしたいんですけど。いや関門偉いですね。関門偉いですね。アグノムはどんなデッキか分かってないけど本能でかわしていきますね。闘技場を置いていきますかね、これだと。コンセントレート。さあ操り人形に、うん、出さないと溢れてしまうと。カモン。さあそっち闘技場が直接召喚されました。闘技場絡むとまた試合難しくなるんですよね。闘技場下で試合とかそうすることないですからね。ナイス。これはスクスクエネス行きそうですか。行きましたね。さあエネスバフが乗ってさらに。うぜえかも。しぶしぶ進化を忘れてませんか。進化しないとアメスをちょっとうまく乗せられないと。さあアメスで7号にして、2枚目のエネスも来ましたね。倍の腕、倍の稽古。これは人形を置くことでメイの的とかを増やしたいって感じですかね。なるほどなるほど。分散分散。さあ分散です。取れんのか。さあアグノムさん手札にメイはいますが、
いや、関門強いっすね。ただ関門打ってしまうとマーメスとバレッジスマッシャーは残ってしまうってところでちょっと考えてますね。さあ、ただ関門に手が伸びて、うん、NS が勝利されました。強いよ。あ、さあ展開の方すりき、さあ6ピピ使って芝をプレイです。いや、関門2枚あると、まあ、面の進化も 2-2 ではやられてしまうんで、まあ、圧すごいっすね。お、7-8結構しんどそうか。7-8旋風メイとか取るんですか。進化あたりで見るのか。これ難しい。ここも難しいですね。ワンクルで44突進、そうかそうか、で闘技場のあれがあるのか、はい、そっからアリアの旋風絡めるんですかね。目は耐えよ。さあ関門3枚目どう。引くなあ関門。これエネス通らないっすね、なかなか。ゼロナテラ旋風することで一応全処理はできる。耐えてますね。さあ耐えてます。ただアグノム側ゴールがちょっと見えないですね。主引いてないですもんね。はい、デッシはカルラー、まあ、進化を使っちゃうと 10PP まで行くとキッカーとかでも、ああでも闘技場があるから大丈夫か、キッカーは。さては、さあボジャノヌマ置かれないようなボードにして返したいですね。カルラさんが返したい。え、そうなんです。え、なんで2枚目の、さあカルラ引きに行った。え、なんかフィニッシャーあったっけ。え、嘘、ラグナウェイクか。おお、そーっとアグノムさん読んでます。もしかしてラグナウェイクされる。やばい、ボジャノヌマ来い、頼む。ただボジャノヌマ引けてない、引けてない。まあ一旦遅れるだけで、まあ、だいぶ置きづらくなっていくんで、うん、ラグナーウェイク、ジオテトで押し切るとかもあるんですかね。サカーバンクルプレイして、サツのエンジンで、サツのエンジン、きらめきを、おお、きらめき引くの、きらめき引いてます。いいですね、ここだいぶデッキに入ってますよね。今8枚で、8枚かな、2回プレイしましたよね、確かさっきのプレイと今、うん、1回戻したりして3回出してたっけな。メイで取っていけ、 おっとキーカード主来ましたね。さあこれメイで取るタクもある、ありますね。大人だね。大人だね。さあ6-6を立てていきます。ただネメシスには、まあ、この闘技場と友情コンボするペネトレイトランサー、おお、美味しく1コースで111相手のフォロワーを破壊するって相当強いですよ。作られし者、僕が救おう。さあ芝の4点与えて、うん、まあ、お互い結構潜伏に強いデッキになるんで、なかなか泥試合になりそうですね。フィニッシャーがなかなか通らなくて、まあ、ずるずると、攻めてお互いに読み合ってるというか、うん、攻め時をいつにするかみたいな今ですね。さあ
主に手が伸びて1枚目プレイしました。さあ進化圏は2個残ってるんで漢文も添えていく形、うん、おカルラ2枚目来ましたね。これでまた主もう1枚来ても弾けるようには、ラグナウェイクでも一応倒せはするんですけど、デッキ切れで負けちゃいそうですもんね。カルラ出さざるを得ないっすかね、まあ、相当攻守ともに関門でやられるとしても7797とかですか、確か相当なサイズになりますよね。さあ悩んでおります、タイガー桜井。カルラ、ラグナーウェイク、カルラ。カルラで行きましたね。プラス22なんで557788。さあ進化。過ちは世界にあらず、何時なり。11上がるか、97じゃなくて18か、18で主を処理。これデッキ切れで決着とかも全然ありえそうな試合になってきましたね。18処理するのでも大変？大変ですね。なんか旋風使うんですかね。命名でいいのか。そうですね。横のフォロワーに対処理すれば進化使っていく。味が良ければ問題なし。オムニス。オムニス2枚場のカードバウンスしてくれるんで、オムニス単体で8点、進化込みで10点までは見えますね。関門戻すんじゃないですかこれ。関門戻しありえますね。1コストか4枚、あ難しい、難しいですねこれ。これは難しい、まあ、最悪旋風で全処理できるですけど、もっといい卓がないか。大丈夫ですか？これですかカルラ？大丈夫ですか？さあ弱いね、この卓。さあボードは弱い。ボードは弱い。難しかったっすね。さあラグナウェイク速攻。なるほど。ゼロ十十。12。おお、これは芝で確かに確かにこういう決着もそうか、これ強いっす、芝コンボ。コーンエルじゃちょっとしのぎきれない。これだってそうっすよね、はい、回復しても意味ないやつですもんね。2になってるんで、これはアグノムは削り切らないと20点出る。無理でしょ、無理でしょ。無理ですね。あ、進化8点であと8点。はい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 。いやこれは2点出ない。あでも手話、あ手話とか関係ねえか。テキストをゆっくりと確認しました。手話バフかかってますもんね、12、12ってことは次4点飛ぶと。芝効果でも忘れてないですか、アウグムさん多分。あ、取ろうとしてます。うん。いや、覚えてますね。取れない。取れない。いやー、かっこいい。さあ、ラグナウェイクで決めていく。このフィニッシュちょっと見えてなかったのに今感動してます。さあ、1対1を迎えました。うん、
最終バトル、ネクロ対エルフ。ネクロ対エルフ、これはこれはいける。やっとそうだったのや。一見はネクロが若干有利なのかなっていうふうに思いますが、うん、主からのだっても結構バカにならないんで、うんうんうん、分からないですね。僕も負けましたし、いやちょっとキープじゃねこれ。さあ先ほどの試合で東堂が引けなかった。さあこういう時って大抵被るんだよな。さっき引かんかったから持つかってやったら来ちゃうんですよね。あるあるですね、シャドーバースの。さあただとうとうでチクチクやっていく作戦を、うん、マナも悩んでますね。一旦目から動きたい。キープ、キープ。さあキープを選択しました、うん。まあ、自然デッキの2ターン目案内にはいいスタートですね。セレスも来ましたね。さあ宮子は、はい、温存していきました。悩んだふり。まあコンエルは 1,2 パスは普通と、弟2枚。さあ弟2枚。天使の翼。さあ前見来ちゃうよ弟。シープスピリットも全然悪くないっすね。なんか妖怪ネクロと違って、まあ、手から打点を出すのは結構難しいデッキになってるんで、1ターン目からプリン出して削っていかずに、もう長いゲーム最初から見据えてとうとう起動すれば勝てるよねっていうゲームをしてますね。こういうところも難しいんですよね。いや難しいっすよね。案内に破壊されるならナテラ出したくないですし、うん、なんかでも無視されたり、そうずっと無視され続けるとちょっとナテラプレイできずに詰まってしまうこととかもあるんで。さあワンダコックでこれ案内人が無事に、うん、おこれは高校4ターン目ベストムーブ。さあこれでライフを削る手段が増えました。増えましたね。内人はやられる。お有利トレードでも面押しですね。確かにここ面か顔悩みます。1に置いとけば向こうからぶつかってくれそうでもありますし、ただ3号いるんで、まあ、4にはしたくないってことで取っていきました。やっと来たね君は。さあカーバンクル進化、うん、まあ、お互い結構いい出だしではありますよね。ただまあ桜井さんはルベルがないのがちょっと不安で、マグノムはボジャノ沼の主を早めに引かないとちょっと起動しちゃうんで、そこが不安点で。手札がなんかポーカーみたいなですね。ちょ2枚目3枚目のワンダーコック来た時が困りそうですね。ナテラ割っていきましたね。案内に。お。トートも2枚いらないんで出していきますね。お、進化を稼ぎにいく感じですかね。またの名を砂漠の悪魔。ラストワード3枚で、バニ2枚、手札にナテラ1枚で6で、ヘリオで7と。さあこのターンもアグナムさんはカーバンクルに進化を切っていきます。上踏みでメイで処理する感じですかね。戻すね。さあメイが出てきて、うん、こいつで処理。綺麗。翼を休めて
ルベリー。おお、まあでもマナも全然悪くなさそうな。うん、しのぶ、クマッタトートは起きそうで、どうしますかね。お、ぶつけてヘリオとヘリオ、やちゃくちゃくとトートへのカウントダウンが、うん、進んでますね。面の2面破壊されれば8でマナで9なんで、まあ、次のターン起動、一応しのぶの進化ぶつかれれば最悪起動で、ドローも 2,3 枚見れるんで、まあ、主に起動しそうですね。さあリノが2枚、カバンクルが2枚、出しすぎ来ないですね、きらめき。さあ、2111は、お、さあ、ルベル、これでトートの起動が、ルベルをプレイするのであれば難しいですね。ちょっとトートのぶつかりとかナチュラル、あ、マナー開いてナテラで、まあ、トップを見てからじゃないと今はまだ発動はできない。発動、トート発動させてからルベル行きたいかな。行きたいですよね。今アグノムの手札にオムニスがいるので、オムニスぐらいじゃないとちょっと面にカードを出してくれないんで、まあ、ルベルでいっぱいぶつかって点数バババババって、難しいかもしれないですね。面ロックやばい。さてはさあ、うんうん、盤面ロックを気にする。面ロックやばい、面ロックやばいから、レジエスケ、さあレジエスケ、これ走るレジエスケですよね。強いですね。さあルベル、お、攻めていきますね。さらにトート進化、やべ、これ間に合うか。うわ、マジか、あ、やべ、8点損した。いやでも本当に難しいっすよ、この自然ネクロ。いや、自然ネクロは本当ね、考えること多すぎなんですよ。いや、え、メンロックじゃん。え、やばい。やばいこれ。さあ、これ最初メンロック気にしたのはどういうことなんですかね。結果的に顔いててもメンロックっすもんね。まあ、8点詰めておけば、あ、メンロックされても処理されるだろうと。8点詰めておけば面で13点あって、まあ一応回復されなければ21点。さあここが運命の分かれ道になりそう。お、引いてきましたね、主。でも俺の発展やばい、俺の発展やばい。主引けたなら、さあセルフ解説始まります。2ターンロックはでもできないですね。さあきらめき、このターンはでもロックしていくんですかね。お、ぽいっすね。していきましたね。くそー。お、ルベル2枚目はでも嬉しい。ただ次のターンロックはちょっと難しそうなんで。さあタイガーさんがここで 8PP を何も使わずしてターンエンド。さあ回復も見えてるのか。13点なんで、お、これで機関とカーバンクルとプライマルで一応ロックはできるんですが、ロックした先で勝つ手段が見えないですよね。
リノのユニバとかでやるのか。そうですね、面処理していくのであればリノのユニバで。メイシンかリノリノとかなんですかね。さあ先当てていきましたね。下2枚目のリノは結構温存。おお全部4点。さあ 2PP 余る形になりましたね。タイガーさんから8点削られてる、うん、削ってる想定とうとう起動きましたね。これで大きく制限時間を設けられるんで、トートルベルマナとかは一見綺麗にマナー、あ、なんていうの、体重。さあとうとう起動。さあ次のラスワから付与されると。うん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 、ルベルはまだ温存ですか。温存ですね。ヘリを、さあヘリを宮古、宮古とりあえずボードを並べて、さあこっからチクチク回復引いてるのでも結構耐えれそうですね。数ターンまだ。ルシをどのタイミングで置くかなんですが、結構このターン置いていきそうに見えますね。さあルシ2枚目。ルシ負けないだろうから、10点プライマルルシじゃなくて、これルシオムニスで20点いけます、下手したら。はい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 、次のターン進化で2点と8点。まあこのターン進化でも足りそうですし、これ次このターン決めないと、これピン刺しのオムニス強すぎて。お、これでラスワがあと10点。マナを回しまくって、マナ回しまくればありえるか。ちょ、リバイブマナ打っちゃうと面ロックされるんで、視点同士が、うわー、ちょっと、そうか。先ほどのターンリバイブマナ開いておくなんていう高等テクもワンチャンあったかもしれないですね。そうか、リバイブマナ。なるほど、もうここで開いて次のターンに備えていくと。見えてますね。見えてる。大丈夫か。戻した時に2点与えられるんですよね、はい、なんでオムニスは2枚戻すので4点。さあ、またオムニスが失踪だ。これでもルシーさっきのターン進化してなかったから、実は届いてない。8点進化しておけば、これ面ロックでヌシ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 、あーなるほど、これでも、うわ、いやらしいっすね。やることがない、タイガー桜井やることがない。あなんと、さすがに15点面ロックで削るのは難しい。完全にコントロールされた。1枚も手札のカードプレイできない。うわー、さあ6点。風の力、8の6の14。さあそしてここにオムニスが手札に戻すやつできっちりリーサル。お見事、勝ったな、アルミ横浜 F1 だ。
俺たちの霊視アルティメットコロシアム勝者はアルノミ横浜ヘマガス。やっぱプロですな。はい、ちょっとせっかくの優勝のチャンスをやらかしました。8点もう損してしまったし、とうとう引かねえし、1戦目は引かなかったね。遅かったっすね。でも強かったな。うん、やられましたな。今回ネクロのね成績良くないっすね。通して04ネクロティア1と言われてたのに、ちょっとね連動難しい、連動が取られるよ。あれは久しぶりの自然ネクロ、うん、全然ダメでしたね。もうちょっと使えると思って持ち込んだんですけど、ね、なんかしかも途中まで勝てると思ってますよね。途中まで勝ったなって。めっちゃ強いもんだって。確かに、やってる方向でやってることすげえ強い。なんか負けんだよな。満身が出ちゃうんですか。勝ったなと思ったところから。はい、アルモさんどうですか。そうですね、もう俺たちのレイジ環境マジで俺強いっすわ。いや今回エルフ弱いよあれ。弱いよ。勝ったんで。いきません、強いっす。俺たちのレイジのプロをちょっと目指そうかなと思いますね。強かった、弱かった。で最後なんですけど、エルフあれリサル逃してましたね。リサル逃してた。はい、オムニス結構入ってなかったんですよ今日まで、うん、入ってなくて、だけどボジャノルマだけじゃ全然リザ届かないから、うん、なんかオムニス1枚入れれば結構打点上がるなって思って入れた1枚だったんですよ。それがですねこの本番で来てしまいまして。はい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 ボジャの進化オムニスバウンス1枚で20点ぴったりいけるってことを知らなくてですね、普通に、まあ、それも見えてたんですけど計算間違いしました多分。なるほど、2点足りねえなってずっと思ってたんで、オムニスなんか6点換算してたのかな。2枚戻るからね。8点なんですねこれ。そうですよね、うん、10、18、バース1枚で、ボジャの2枚置いたのは普通にプレミでした。じゃあオーバーキルだよ。タイガーさんぐらいのオーバーキルだよ。ギルド入ったらどうすんだよ。入ってないでしょ。ちょっとそれだけねミスったんですけど、うん、いや、エルフ強いっす。まあ、ボジャノーさんちょっと勉強しないとね、俺たちのレジがよく出るからね。確かに。まあ、バンされないから。ちょっと自分はなかなか使わない。バンされないね。なかなか使わないカードなんで、また練習しておきます、はい、ボジャノーネマは。はい、はい、といった感じで、またアグノムさんが勝ってしまいました。また勝っちゃったよ。なんかね、マハル選手なんかやってくれるのかなと思ってたけど、なんか爪痕残してない。やる気満々だったんですけどね。爪痕残してほしいですね。爪痕残さないとさ、やっぱいやチャンスって1回切りだからさ。そうですよね、うんうん、逃してしまった。逃してしまったということで、じゃあまあ次回は、はい、まあ呼ばれることは、うわまあそういうもんっすよ。世の中って、世の中厳しいな。修行してきます。そうっすね、うん、はい、といった感じで、まあアルティメットコロシアムもねもう終わりますけども、3月26日は、神壇ナテラ崩壊のプレリリース、そして3月31日には、本実装といった形でファミツアップも今後引き続き、デッキ紹介等を上げていきますので、ぜひ皆さんチャンネル等グッドボタンよろしくお願いします。アグノさんおめでとう。さよなら。さよなら。